ラップパーティー40、最初にご紹介するゲストはこの方、ボブハローです。今ね、始めたばっかりの人たちに説明させてもらいますと、まあこの数分じゃね足りないんですよ。足りないんですけど、分かりやすく言いますと、まあ、70年代 BMX が、まあ、レース競技としてね、全米に広まっていく中で、10代の少年だった、ボブ・ハローはですね、ゼッケンプレートを作って、ハローデザインというものを設立しました。でね、その資金をもとに、レースウェアやヘルメットのバイザーなどグッズをどんどん展開していく中で、いよいよ80年代には、ハローバイクス、もうねたくさんの人が乗ってるブランドだと思います。そんな彼はですね、レース活動をする中で新たな、ジャンルを見出します。それがフリースタイルですね。もう今やフリースタイルはね、さまざまなジャンルがあります。フラットランド、ストリート、ダート、パーク、もうねこれの全ての、スタートは、彼が、作り上げたという過言ではありません。彼の伝説の中ではね、有名なのが E.T. の映画ですね。あの、主人公たちが E.T. をね、BMX に乗せて、最後に、BMX でこう爆走するシーンありますよね。あの中で、一番スタントマンとして指揮を取っているのは、若き日のボブ・ハロー。本当に、数々の伝説を残している、彼がですね、ここに来る、機会を皆さんもね、ぜひ、逃さないようにしていただければと思います。